日本九州地方福岡県福岡市中央区、渡辺通り新川橋から南東方面を望む渡辺通りは福岡市中央区の地名。現行行政地名は渡辺通り1丁目から渡辺通り5丁目。郵便番号810-0004。福岡市中央区東部に位置する。北で、西中洲、東で、春吉、南東で清川、南で高佐護、高砂。 南西で発金、西で役員、今泉、北西で天神と隣接する。天神市街地の南側にあたり、南天神と一体化した市街地を持つ。地名と同名の渡辺通りが、町域の中央を南東から北西に貫いている。渡辺通りを挟んで、東側が南から1.35丁目、西側が南から2.4丁目。広い通りが、 中央にあるため、ホテルニューオータに博多、九州電力本社、ビビ、福岡などの施設がある。西変には、役員新川が流れる。地名は、1910年に、博多電気機動株式会社を設立した、博多の御副省、上友の渡辺与八郎の名に由来する。1911年10月に、電車道を整備したが同月末に、与八郎が急死。 会社は、与八郎の異業を忍んで、下敬語法院殿から住吉までの電車道に、渡辺通りという通称をつけた。昭和になりこの通称が交渉となる。第二次世界大戦前、博多区大白町にあった遊郭が、渡辺通り一丁目の南側に移転すると、店舗等が増加し始め、戦争直後は闇市が立ち並ぶ、一大繁華街になった。 博多の新宿と呼ばれる時代が続いたが、1960年代以降は店舗の老朽化が進み人足が遠のき始め、1970年代には再開発事業が行われた。ホテルニューオータニ博多やサンセルコはこの時期に建設されたものである。中心となる駅は役員駅で西鉄の特急、急行を含めすべての列車が停車する。薬院駅は 城南線を境に渡辺通りと白金にまたがる。西鉄と地下鉄、博多駅方面へのバスなど、乗り換え客も多い。福岡市中央区東部に位置する。北で、西中洲、東で、春吉、南東で清川、南で、高砂、南西で白金、西で、役員、今泉、北西で、天神と隣接する。ありがとうございます。